はい、皆さんこんにちは、というかこんばんはというか、朝ご覧になっている方おはようございます。ここのところブログはちょっとこう休養状態というんですかね、休眠状態といいますか、休んでおります。それでも毎日あれですね、400名以上の方が見てくださっておりまして、同じ場面をずっとご覧になってて大変申し訳なく思ってるのですが、まあ生徒さんはうち、にレッスンに、生徒さんといいますかね、一般の方なんですけども、レッスンに来てくれておりまして、いろんな方がうまくいった映像がたくさん残ってるんですが、なかなかアップする、時間がなくて、ビデオっていうのは、まあ、1時間ぐらい撮るとこう途中10分ぐらいに切らなきゃいけないですからね、それがちょっと、時間が大変かかるんですけど、あとまあ文章を書くのも、まあ時間がかかると言いますかね、それでこのところちょっと忙しいので皆様には、ちょっとご無沙汰しております。今日はですね、最近これどうしても皆さんに知っていただきたいと思いますけども、前ちょっと僕のブログで、マウスピースはメガネと一緒だというようなことを言いましたですがね、僕のはまあご存知だと思いますが、とりあえず3ピースに分かれるようになっております。上下、それで、まあこのマウスピースの内径はそれほど変えたら老けるもんじゃないんですけども、この深さはもう微妙にうまく、こういう3ピースの場合は吹き分けられますね。ただまあある程度いきますと、もう全部同じぐらいの何と言いますかね、深さが一番良いというのがよく分かってきます。それからまあこれでこういう前もこれコルトフラックスっていうやつなんですけどね、それを固めた、これ歯医者さんでね、歯型を取るやつでマウスピースの型を取っておいて、それでまあ何と言いますか、深さを測ったりなんかします。今日はちょっと前日のブログに書いたんですけども、この、マウスピースの、これ今ご覧になれるかどうかわかんないんですけども、この隙間が出て、それによって、この型はですね、コルトフラックスで取った型は割とこのリムの外側が落ちたやつの、型なんですけども、そのですからこうやって見ていただけると、ここに隙間があるのが分かると思いますけど、この隙間があるということはリムの外側がまだもう少し落とし足りないということなんですよね。リムの外側を落とす作業をこれからして皆様にちょっと見てもらいます。そのリムの外側を落とす前にですね、このそのままだとどういう風な音が出るかというのもちょっと、聞いていただきます。まあどんなマウスピースでもこのカップとスロットさえあればですね、音は出るんですけど、まあそれが苦労せずに出せるか楽に出せるかの違いですよね。まあこういうふうにちょっと吹いてみせるということは、まあ力の加減をしてますから。何と言いますかね、いかようにもなるということでございましてですね、これが本番となるとそうはいかない、本番となるとこんな今みたいな細い音で出すわけじゃなくて思いっきり吹かなきゃいけないんで、そこでまあ、いろんなことが起きるんですけども、このリムの外側をですね今日は落としてですね、普通の場合は歯茎があって、歯茎にこのマウスピースが低い音の時は乗っかってるんですよね。本当はそのまま吹けると楽なんですけども、この歯茎にね乗ってる、乗ったまま吹けるといいんですけど、どうしてもこの歯茎を避けて高い音を出そうとしますよね。
この歯茎のままだと歯との密閉度がちょっと悪くなるんで、まあ歯茎が歯があって歯茎があって、その歯茎を避けて高い音出すんですよね。だから歯茎に乗っけたまま、まあいくらかはこう移動はしてますけど、そのまま出せると非常に楽になると思います。